チェックしよう。これね、合わせてないんだよね。みんなチェック、ワンピースなんですよ。同じくらいの丈です。はい、ということで今回はトリプルコーデで三つ子でやっていきたいと思います。はい、2022年上半期の使ってよかったものベスト5。はい、1人ずつ紹介していきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、ということでまずベスト5から紹介していきたいと思います。はい、せーの、じゃーん。私から。私はイニスフリーノーセブンミネラルパウダーです。これは日本限定のパッケージなんですよ。桜が見たことない。あ、かわいい。日本限定っていうのでちょっと欲しいなと思って買いました。ぜひ日本限定なのでね、買ってください。なんかトントンって一回やってからこうやってやるとムラにならない。そう、ちゃんと綺麗に。あとめっちゃいい匂いします。あー、桜の匂い、うん、ってわけじゃない。いや、でもなんか甘い香り、うん、これします。これです。はい、じゃあ次私のファイル、こちらブレスレットです。この蝶々のブレスレットなんですけど、うん、特にこのブレスレットがとかではなくて、なんか腕にちょっとあるだけでめっちゃおしゃれになるっていうか、そう、それに気づいて今年は結構ブレスレットをつけてたんですけど、ブレスレットってなんか1400円ぐらいの買ったの、うん、3日で壊れた。それはないわ。結構シーンでいっぱい買った。うん、確かにね、可愛いか。可愛い、可愛い。それ可愛い。200円ぐらいだったと思います。おお、結構安め。本当に安かった。うん、私はこれです。前髪クリップです。なんか可愛くて、もう見た瞬間即買い物カゴに入れたんですけど、他にも唐揚げとかいろいろ、いろんな食べ物の種類があって、でしかも値段も加算しなかったような、ちょっとマジで50何円とかだった気がするので、本当におすすめです。おー、いいね。おー、目玉焼きが頭についてる子みたいな。はい、ということで次ベスト4行きたいと思います。はい、じゃあせーの、じゃーん。私から紹介します。はい、私はショップリストで買ったバッグです。白のカバンが欲しくて、ちょっと大きめのバッグが欲しくて、こちらを買いました。リボンがついてて結構大きめなんですよ。で、形もすごい可愛くて、なんか白だからいろんな服に合いそうだなと思ってこちらを買いました。今日の服にすごい合ってる。そうなんですよ。リボンがついてることによってガーリーさもね、うん、出てめちゃくちゃ可愛いです。これも多分1500円ぐらい。そう、安めだね。そう、めちゃくちゃ可愛いです。ポケットがついてて、なんかもう結構持ちが広くて紐がつけれるんですよ。ショルダーにもできちゃう。でも私はここにあの定期を入れてます。定期を引っ掛けてます。あ、いいね。でもこっちはキーホルダーつけれると思います。撮影とかの時ってさ、こんぐらいの大きさがちょうどいいじゃん。そうそう、ちょっと大きいぐらいがいいんだよね。うん、次私の4位はこちらです。ケイトのラッシュマキシマイザー HP なんですけど、これは私の毎日メイクでも紹介したんですけど、まつげの下地ですね。私も内緒で買ったよ。買った？そう、めっちゃ良かった。言うよね。今日も使ってますか？今日も使ってます。ユキです。これでね、撮影最後ぐらいまで持つかなと思います。これは薬局で1000円とかだと思います。おすすめです。はい、ということで私はこちらのディズニーのカチューシャです。なんでこれにしたかというと、私この間 4,5 年ぶりぐらいのディズニーに行ってきて、なんかカチューシャとかも持ってなくて、友達6人とお揃いで買ったんですけど、見た目も可愛くてキラキラしてて、飾ってても可愛いじゃん。私もうお気に入りすぎて家でたまにつけてるぐらい。はい、ということで次はベスト3。せーの、じゃーん。じゃあこのちゃんから。はい、で私はダイアンのパーフェクトビューティードライシャンプーです。これはあのドライシャンプーですね。例えばオイルとかつけてベタベタしちゃった、つけすぎたって時にこうやってシュッシュってやると元の髪に戻る。汗とか描いたって感じ。汗とかも大丈夫。うん、すごい。それそのマンゴーの香りなんてすごいいい匂いです。夏っぽい。もっとツヤアップって書いてありますね。私も買おうかな。欲しい。これはヘアメイクさんがおすすめって言ってたんで、もうこれ絶対おすすめです。買います。そう、買います。これプラザにも売ってるので、ぜひ皆さん買ってみてください。はい、白い範囲です。じゃーん。
快適マスクスマートカラー、これの私はこっちを、こっちの色をよくつけてるんですけど、こっちにすると小顔に見えるんですよ。そう、めっちゃ小顔に見える、めっちゃ小顔に見えて、形がめっちゃ良くて、しかも息しやすいんですよ。そう、めっちゃ息しやすい、めっちゃいいのこれ。だから本当に夏とかにおすすめだし、今のマスクの時代でどれだけ漏れるか、これめっちゃおすすめです。500円以内で買います。おー、続いて私はこちらです。ニューエラーの帽子で、大至急大至急の踊ってみたの企画で買ったんですけど、ずっと欲しくて、わざと買い物行った時に、うん、まあ、値段するんですけど、会計の時に高くねって言われたけど、探して買ってもらいました、うん、最近ずっとつけてます。かわいい。はい、じゃあ2です。せーの、の、じゃーん。私は、モバイルバッテリーに挿して使えるスミアイロンです。私これずっと欲しくて、外出した時にコンセントがなくてもモバイルバッテリーで髪の毛が直しちゃう。結構便利。しかも超買いました。そう、ピンク色でさ、可愛いし、コンパクトなの、うん、だから持ち歩きしやすくて、ここがめっちゃ好きなんだけど、このさ、ちょっとこう、ね、ピンクゴールド入ってる。ここで買いました。これはドンキで買いました。お値段は3000ぐらいです。これはショップリストで買いました。手にはしないです。これのめっちゃいいところは、ベルトってさ、自分に合ったサイズとかがなかなかないじゃん。でもこれめっちゃあるから買えれるので、めっちゃいいっていうのと、ここがゴールド、かわいいっていうね。ベルト太いとなんか細く見える気がして、あー、確かに、うん、いいです。続いてジェニーは、そのもうおなじみ数回登場している、サメちゃんです。名前なんだっけ、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、海から釣ってきました。釣ってきた。この間学校の先生がなんか朝登校するときに車運転してて、運転する横の席に座らせてて、かわいい。値段は2000円です。意外と安い、人形にしては。じゃあ続いて1位です。1位、せーので、じゃーん。はい、私はアディクションザアイシャドウティント002Tです。これは赤のアイシャドウです。私ずっとこれ欲しくて、ネットでも売り切れで売ってなくて、でやっと買えたって感じなんですけど、なんか涙袋に使って、今日もそう、かわいいと結構赤なんですけど、馴染むと薄くなっていい感じの色になります。多分2000くらい。これはネットでも買えるし、買えると思います。はい、じゃあ私の1位、シーンの付け爪です。最近になって付け爪をつけ始めたんですよ、うん、でそしたら結構動画とかでも可愛いし、 TikTok とかでもついてるのとついてないので全然違くて、いろいろ系統とかで、ね、違うのも買ってみてきます。ジェニーも今日シーンで、シーンめっちゃ安いのに超可愛くて400円ぐらいです。おすすめです。私の1位はこちらのロム&のパレットです。聞いてほしいんですけど、うん、今日の朝使ってたら落としちゃって蓋が壊れちゃいました。ロム&のまずパレットが欲しくて、このブラウンのを買ったんですけど、もうこれ買ってから毎日これで、今日もこれを使いました。これは1番です。もう毎日使ってるもので1位にしました、うんうん、はい、ということで2022年上半期のベスト5、ベスト5でした。でなんかさ、他のメンバーのやつで、うん、私これ欲しいなって思ったやつとかある？これです。ああ、やっぱりね、やっぱりね、これも後で買いに行きます。おお、うん、これめっちゃいいなって思って。マジでいい。でなんかこれ話してて、なんかスタッフさんも欲しいんだよねって言ってたんで、うん、ガチでみんなもおすすめ。なんか学校にも多分持ってきてもいいと思う。体育だった感じ、うん、え、私はベルト欲しい。ベルト、そう、うん、なんかちょっとね、スタイルアップしたいんで、ベルト欲しいなって思いました。はい、ということで皆さんもぜひ参考にして買ってみてください。はい、はい、せーの、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。